はい、皆さん、今日は未来のかけらということで、僕たちの未来について、お話ししたいと思います。今年やりたかった、チャレンジしたかった、一人ずつ目標とかいろいろ話してみましょう。はい、それでは奈良さんからどうぞ。はい、僕たちは日本全国回りながら活動してるんじゃないですか。で、今年はもっと回って皆さんの前でなるべく会って歌っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、僕は今年日本の個人的に、はい、日本のギャグをマスターしたいんですよ。だからポートブイのファンの皆さんにもっと笑顔をプレゼントにしたいんですよ。なるほど。さあ、おぉ、マジカミすごいじゃん。そんなまだだ。いやー、そんな君すげー。課長、課長、はぁ、どうですよ。いいですね。いやー、ナイスね。それでは続いてジェオンさんお願いします。はい、僕はですね、今も僕たちの声優の勉強は自由なんですが、もっとね、日本語を編集して、はい、みんなにもっと歌とか面白いこととかラジオでも、はい、もっとよく伝えたいですね。そうですね、はい、今年は絶対日本語上手くなります。頑張りましょう。はい、皆さん、僕は、個人的に日本語の小説を、ちゃんと最初から最後まで、一冊素晴らしい、はい、全部読みたいです。ちゃんと読み方とかいろいろ勉強して読むのが今年の目標です。いや、頑張ります。はい、はい、僕は今年から音楽の勉強や作曲勉強を一生懸命して、皆さんの前でいい曲いいパフォーマンスを見せたいですよ。頑張ります。いやー、そして、コードビーとしての目標ですね。何ありますか。今年は絶対オリコン1位を取りたいですよね。はい、そして今年はみんなで一緒に必ず武道館を行きたいと思います。一緒に行きましょう。はい、そして、もうちょっとしたら全国47都道府県回ることができますと、できると思いますけど、最後まで全部回れるように一生懸命頑張りましょう。そしてこれからも初心を忘れずに日本での活動を一生懸命頑張りますので、皆さんぜひ、コードウェイ応援よろしくお願いします。以上、コードウェイでした。はい、未来のかけらっていう曲なんですけど、この曲の歌詞の内容が本当に僕たちとぴったりで、今僕たちは未来のかけらをみんなと一つずつ拾っているんだなと思います。歌詞の中で、ここで終われないよ、今も夢の途中という歌詞があるのですが、本当にその通りだと思います。はい、夢のかけらを全部拾うまで僕たちと一緒に冒険しましょう。夢は武道館でのワンマンライブです。ありがとうございました。